スマホで撮影し編集する、 SNS の県公式アカウントで情報発信する方法を学ぶハッシュタグあわさぽ講座が開かれました。県では今年3月、SNS のインスタグラムと LINE に公式アカウントを開設。徳島の情報発信に興味のある人に阿波発信サポーターとしてご協力いただき、抽選や選考で県の特産品などを送るハッシュタグ阿波サポのキャンペーンを実施しています。板野町のアスタムランド徳島で SNS に投稿するための写真や動画の撮影方法などを学ぶ講座が開かれ、家族連れや県の若手職員などおよそ20人が集まりました。講座では後ろから光を当てて被写体に輪郭を与える方法など美しく撮影するコツを紹介。実際に外に出て園内の花々などをスマホで撮影していきました。そして映像を編集、音楽や CG を入れて演出する方法も教わりました。動画の作り方や構成が分かったので次から試してみたいと思いました。自転車がちょっと好きなんで、サイクリングとかした時の徳島の景色とかそのイベントとかであげれたらすごい楽しいかなって思います。子どものこととかインスタとかにあげるので、そういうところでなんか光の加減と か、 なんかその画像の加工とかを頑張ってやっていきたいかなと思います。作った動画は参加者全員で鑑賞、見事な出来栄えに仕上がっていました。好きな写真とか映像を楽しみながら撮ってみて、いろんな人に見てもらうというところから気軽に始めてもらえたらいいのかなと思いますね。県公式 SNS のフォロー、ハッシュタグあわさぽ投稿キャンペーンは来年1月31日まで開催しています。8月9月のテーマはあわ夏思い出フォトコンテストで、徳島で過ごした夏の思い出の写真を募集しています。ぜひ県公式 SNS のフォローをしていただき、ハッシュタグあわさぽをつけて素敵な写真を投稿してください。徳島の情報発信の合言葉ハッシュタグあわさぽ、皆さんが見つけた徳島の魅力を写真や動画で SNS に投稿してみませんか？